一曲もフルコーラスなし、氷川きよし復帰コンサートにファンから不満の声、演歌離れの意外なわけ。8月17日に復帰コンサートを行った氷川きよし。シ。2022年大晦日の NHK 紅白歌合戦をもって活動を休止していたが、1年8ヶ月ぶりにステージに立った。写真あり、広末涼子に似ていると話題の氷川きよしのセットアップ姿。 デビュー25周年を記念したコンサートで、約3時間にわたり32曲を熱唱した氷川。曲の合間には、氷川清キでも何者でもなくなり、自分を見つめ直した2023年からの1年余り。その先へのスタートにあたり、これまでの氷川清キを置いていくのでもなく、キーナ、キーナに生まれ変わるわけでもなく、すべて自分。 新しい氷川きよしの世界を披露できるように精進してまいります。と、再出発にあたっての決意を語った。ファンからは大きな声援が送られたものの、当日のコンサートを見たという人からは、こんな声も。久しりのステージでも歌声は、相変わらず素晴らしかったですよ。シャンソンやポップスが多くて、アンコールでやったクイーンの、ボヘミアン・ラプソディとか、 限界突破かけるサバイバーとかも良かったです。でも演歌は一曲もフルコーラスで歌ってくれませんでした。演歌は全部メドレー形式で1コラスか2コラスだけ。せめて、清のずんどこぶしとか、箱根八里の半次郎とかの代表曲くらいはフルコーラスで聴きたかったですね。時間とか曲数とかの関係もあるんでしょうけど、そこは少し残念でしたね。 復帰ライブで一部のファンから上がった不満について、ある音楽関係者はこう語る。休養を経て、新しいひかわきよしを全面に押し出していきたいところでしょうが、そうはいかないでしょう。ファン層の中心は、あくまで演歌のプリンスとして獲得してきた人たちだからです。いきなり演歌をゼロにしてしまうと、そういうファンは離れてしまう。 近年は氷川の演歌離れが進みつつあるという。氷川さんが以前から仲間内に演歌は好きじゃない、歌いたくない、と漏らしているのは有名な話です。近年は自らにキーナという愛称を使い、ジェンダーレスなルックスにイメージチェンジ。紅白でも2018年を最後に演歌は歌っていません。 2024年4月にはデビュー以来所属していた芸能事務所から独立。演歌職の強い事務所から出て、自ら事務所を設立しました。ようやく自分のやりたい環境が整ったわけです。とはいえ、演歌をなくすとファンがついてこない。しばらくは演歌も歌いつつ、自分の歌いたいポップスやシャンソンをというスタイルが当面は続くのでは、当然。 年末の紅白歌合戦の出場は確定とも言われる。そこでどんな新しい氷川きよしの世界を披露してくれるのか。